お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、視聴者デッキ道やっていきたいなと思います。というわけで、先日からね、始めました視聴者さんのデッキを使って、まあ試合をしていくと、言った企画なんですが、今日はですね、チャッピーさんというね、方からデッキをね、提供していただきました。こちらのね、ゴレディガーデッキですね。まあ、ゴレデッキなんですけども、まあ、ディガーが入っていることによって、まあ、ゴレプラスのディガーだったり、まあ、ゴレを出さずに、まあ、ディガーで削ったりできるよって、まあ、いろんな攻め方ができますよとね、言ったデッキで、らしいです。はい。まだ一度も使ったことがないです。雰囲気見て、なんか良さそうだなというか、ちょっと強そうだなとか、なんかね、ちょっと面白そうだなと思って、今日はね、やっていくんですが、このなんかね、ライドラーがいることによってね、こう、なんて言うんですかね、防衛力が一段と増してるというか、なんかゴレデッキってやっぱ防衛できないじゃないですか。ゴレ出した瞬間ピンチになったりだとか、基本的になんかゴレデッキって防衛がそこまで強くないんですけど、このライドラーがね、いることによって何でも守れそうです。さあ、相手ファイボインドラー、これラバだったらいいな。ラバだったらさ、ダクネもホバもライドラーもいるから、しかもザップだしね。勝てる気がするんだけど、相手が、さあ、メガゴー、インド、アイゴレということは、バルーンっぽいですね。ポンペオバルーンっていう、バルーンデッキがあるんですよ。海外のポンペオっていうプレイヤーが使ってるバルーンデッキなんですけど、そのまんまなんですけど、まあ、僕はね、今、チャッピーゴレですからね。さあ、まあ、そういったわけで、ゴレ展開して、このね、ライドラですね。これだって、ライドラ相手、ファイブザップだから、僕のインドラにライドラ出すだけで多分勝てると思うんですよね。よし。さあ、で、ライドラがマジやられなければいいので、よしよしよし。え、これだってもう相手終わったっすね、ぶっちゃけ。さあ、ライドラが感電して、で、このライドラを相手がね、多分ファイボとか打ってくんのかな、わかんない。あ、打ってきますね、やっぱり。さあ、で、ザップが多分くんのかな。あ、これがうまいですよね。まあ、でも、このミリ残りが、いや、これディガーをつなげるか、非常に悩みました。さあさあさあ、まあ、つなげてもよかったんですけど、まあ、つなげなくても十分すぎるぐらいダメージ入ってるのと、あとエリアドですね。あれだ、ファイボザップとかも使いましたし、OK、これね、ホバで守って、いやディガーはね、ちょっと攻めで使いたいっすよね、気持ち。これちょっと許容してあげて、一発受けてしまうものの、このカウンターが相手はきついと思うんですよ。おお、もう相手はね、諦めてしまった。よしよしよし、できーこれね、エリクスアドバンテージを僕は取ってたんですよね。絶対相手より4コスか5コスぐらい多かったんですよ。で、そこで相手がバルーン使ってきて、よりね、なんかこう、流れが来たというか、カウンターで一発ダメージ受けてもいいので、そしたらね、相手からしたら、やべ、コースがね、守れねえっていうね、現象に陥って、精神的にね、さあ、追っていきましたと。というわけで、ゴレ出したのは1回とかですかね。1回とかでしたけど、このダクネホバライドラの組み合わせもいいですね。どこかは1枚、残る。ファイボだったり、ポイズンだったり、まあ、ライトニングだったり、まあ、基本的にどれか1枚あると思うんですけど、まあ、ホバはね、ファイボに弱い。ダクネはポイズンに弱くて、ライドラはね、まあ、ライトニングに弱いって感じなんですけど、相手が3つ持ってることはさすがにないので、相手がね、マジで、ペッか、ライトニングファイボポイズンとかだと、まあ、理論上はね、きつくはなってくる。理論上はね。いやー、さあ、来ましたね。天敵と言ってもいいでしょう。マザーネクロですね。まあ、ポイズンなので、即ね、魔も対応できないっていうのが、若干だりですね。あと、多いですね。思った以上になんか来ちゃったな。さあ、ここは、気持ちザップぐらい打っとかないと、うお、さあ、スリーマスケですね。三重視って言わないのは許してください。さあ、スリーマスケ、いや、三四、ちょっとなんかあんま見ないっすよね、正直。さあ、ここで、タルババとか来たらもう、死んじゃう。OK! いや、マスケだけやってくれればいい。いや、で、このボス守れねえな。いや、ちょっと待ってよ。今の僕の防衛がね、あんまり美しくはなかったのはあるんですけど、いや、痛いな。ママ三四か。ママ三子はなかなか見ないですよね。で、いや、このね、84、守った方がいいのか。あ、待って。あ、やってもうた。いや、それだけやったらいけん。あ、まあまあまあ、でも、ポイザップで三子を溶かすことができればいいんですけど、ゴブゴヤもいるんですよ。なんや。なんや。まあまあ、これ、ブッパしちゃって、エリババか。
いや、なかなか防衛が勝っていいけど、奥、このヒースピが、ヒースピじゃない、コウモリが無双する。コウモリ無双してほしいな。で、普通、このホバが止まんないはずなんですよね。こういうディガーをね、組み合わせていきつつ、今、タルババ使ったから、スケルトン部隊とかも追加しちゃって。よしよしよし、相手の体育がマザネクとゴブゴヤ。まあ、2枚なんで、まあ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 、どっちか裂いたらチャンスかなっていうさ。まあ、てか、マザネクですね。マザネクさえいなければ、後ろのホバが絶対生きるんですよね。よし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 。いやー、やってもうたら1本おられたのは痛いですけど、こっからは、相手がファイボとか今のところないので、もう形、組み組みゲーだと思いますね。で、ポイズンだとな、回復しちゃうんですよね、ヒースピとかで。まあ、でも、いいんじゃない?いいんじゃない?で、ディガーのタイミングちょっとむずいよなーってずっと思ってるんですよ。さあ、エリババは意外とこの、ユニットで、おっきくナイス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 。で、ちょっと、気持ち高めになんか展開しとけば、相手のゴーストとかもね、受けれると思うので。いや、ホバ強えな。ディガー、いるこれ。全然イチャモンつけてるわけじゃないんですけど、ディガー、出すタイミングね、これエリババーすね、絶対。なので、ライドラでね、ディンディンディンやってあげて、いや、こういうところで、ディガーで削っていく。いや、これだ。このディガー。このディガー。しかも、なんならディガーが竹取ると、ゴレイのね、小型が攻撃してくれる。オッケーオッケーオッケー。いい、いい、いい、ナイス。ナイス。いや、グッドゲームですね。ゴレあんまゴレもディガーもなんかそんな活躍した覚えないですね。さっきからダクネホバライドラね、あとそしてスキャミ、この周りがめちゃくちゃ活躍してるイメージがねあります。よろしく。周りが強いですね。周りだけで戦いそう。さあ暇なのでザップで回していこうかな。ヒースピー、まあロイとか、まあエリババとかかな。他は分かんないですね。まあなんか序盤はディガーで戦えるのがね、まあいいところですよね。ゴレ出しちゃうとなかなか守れない気がするんで。さあ、まあでもこれ、いや、ゴレ受けかちょっと悩んだっすね。ゴレ受けするか、スケルトン部隊で守るかっていう。まあスケブでさすがにいいでしょ。で、相手もまあ今僕のデッキは分かんないので、こうむやみにね、ユニット追加もできないですよね。さあ、エリババヒースピーのザッピーホバーとかだと思うんですけど、は全然違った。いや、ここザップあったら激アツだったんですけどね。さあ、謎のライドラ登場。いいね。このライドラがまたいい味出してるんですよね。からの、で、ポイズンとかだと、やっぱ相手の施設を突破できないとかあるじゃないですか。例えばこう、インフェルノタワーとか、まあ、なんでもいいんですよ。テスラとか。ライトニングじゃないと基本的には施設やっぱ突破できないんですけど、突破できなくてもね、ディガーがいるんで、そうそう、それがね、またいい話なんですよね。これポイズンでいいんじゃない？ウィザードちょっと邪魔なんでね、ポイズンとゴレ爆破で、うわ、マジかマジかマジか、マジかマジかマジか、いや、爆破で、これザップちょっと取ってきたいよな、ガゴムでいたんでね。まあ、ここぐらいはステイでいいんじゃない？一発ぐらいでしょ。さあさあさあ、ウィザードエリババヒースピか。ちょっと嫌っすよね。ちょっと嫌だな。まあ、ライドラでどんだけ頑張れるか。うわ。さあ、いや、これトルネがあんのかな。こういうのはね、もう放っておいたらダメですから。エリポンだけは絶対壊します。よしよし、エリポンだけは絶対壊して。オッケーオッケー。エリポン壊せれば僕何でもいいんだね。で、ちょっとだけ怖いのが、ガゴムレ。ザップ使ったんだね。いや、これさ、なんかめっちゃいい。ザップとかされんのかな。いや、ライドラ強っ。これ、ライドラバカ強いじゃん。さあ、まあ、こっからは、もう、ケツゴレタイミングじゃないですか。これ、後ろ、ガゴムレが来る可能性がありますね。来たら、棒ポイします。よし。これ、ヒースピとかで飛んだらやばいですけどね。で、このメガナイトは、多分、おられないんですよ。タワーがおられるところまで行かないんですよね。で、まあ、ウィザードが来るか、エリババが来るか、さあ、まあ、どっちが来る、どっちが来ても嫌なんですけど、ちょっとゴロをね、届けたい。ゴロを届けたいな。いや、ウィザード邪魔だな。あれでもザップ打てたら、ちょっと熱い気がするけど。いや、打たなくていいな。一回ここは守ります。いや、ホバ?うないっす。いや、待って。全然ないっすじゃね。あと、ディガポイできるな。クワッ、ディガポイできね?ちょっと待って、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 ちょっと待って。こっち来い。こっち来い、こっち来い、ナイス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 、いいゴレ、いいゴレ、いいゴレ、タゲ取る用のゴレですね。ナイトでいいんじゃねっていう、もう。エリーババで僕らやってたし。いや、いいね。
ディガーが激アツですね。いや、めちゃくちゃ勝てるな。なんか、最近、なんかね、エリババ迫撃。ムギタンが前シーズン世界一位取ってたんですけど、その迫撃とか、なんかいろいろこう、ね、流行ってるデッキをやっぱ使うんですけど、勝てないんですよね。全然勝てないな、本当に。なんですけど、この、みんなから募集したデッキを使うとね、バカみたいに勝てる。マジで。いや、これ、悩んだな。ライドラで守りたいんですけど、ライドラがない周期だったから、いや、ここ一回守りますね。これ、ゴレー出して、バルーン来られたらもう守れなくなっちゃうんで。いや、ボーポイしたいよな。これちょっと、やってもらったかもしれんな。ボーポイちょっと早めにしちゃいますね。あ、いいね、いいね、いいね。いいボーポイ、いいボーポイ。いいボーポイ、なんなら残って。なんなら残って。ポイズンで。ポイズンで頑張れねえかな。さあ、ザップが生きてくる。よし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 、でけえ。さあさあさあ、いや、これ勝ちてえな。相手、山雨の、あれですね、ババだと思うんですよ。ゴボウリババの、スケドラホバ、インドかメガゴのラバディガ。で、バルーンがないんですよね。多分今の形、僕が知ってるのであれば。なので、バルーンも、ないし、あれもない。なんて言ったっけ、忘れた。いや、でも墓石か。ゴボウリじゃねえ。墓石型知らん。なんや、まあまあ、でもゴレドクネ組んで、相手の様子見てからホバリング追加でいいと思うんですけど、ファイボーかどうかが怖いね。また、インドラ。インドラもめんどくさいね。なので、ライドラ追加したいんですけど、ホバで、やっつけちゃいます。うわ、すんごい、すんごい来た。これ、まあ一応防衛ポイズンですね。攻めたいんですけど、相手のこのカウンターもちょっと怖いので、ここのポイズンで倒してしまえば、OKOKOK。相手に、ね、攻めディガーとかされても、まあ、ディガーだけなんで。よしよしよし。これもしかして、ヤナアメが？ヤナアメ来んのか？ヤナアメ来んのか？いやー、でもこれスケルトンボで出せば、これ相手守んないといけないからね。これディガー、ここのディガーでしょ。これでしょ、このディガー。これユニット出して、さ、守るよね。オッケーオッケーオッケー。いいね。で、出す順番が大事。うーわ。さあ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 。これ、防衛ポイズンするか悩むな。ボーポしちゃおう。ここはね、ちょっと相手がめちゃくちゃ攻めてきたんでね。想像以上に攻めてきたんでね。で、これはタワーが、おっきく、いい！この神判断。相手今、矢鍋分、損しましたね。いやー、このスケドラちょっと邪魔だな。おっきく、形組んで、インドラにライドラ当てれば俺の勝ちでしょ、これ。いや、間に合うんだよな。相手絶対俺のコストないと思ってんすよ。あるあるある。余裕であるから。オッケー。これ分かったでしょ。矢鍋しかないよ。で、墓石置きたいんか？置いてみ？置いてみ？オーケーオーケーオーケー。さあ、ディガーを。飾りディガーをね。まあ、タワー飛ばして、オーケー。これもキングまで行っちゃってましたね、時間あれば。いや、いいね。なんか、普通のゴレじゃねえから、相手もこう、で、動揺しちゃってますよね。マジで無双してる。いや、熱っ。というわけで、今日はですね、チャッピーさんの、こちらのね、ゴレディガーデッキね。まあ、ゴレいらないんじゃねっていうシーンもいろいろあったんですけども、結構強かったですね。というわけで、またね、皆さんデッキ、今後も使っていきたいなと思いました。というわけで、よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。